大阪夏の陣。大阪城の堀を埋め立てられた豊臣方は野戦にて徳川方を迎え撃つこととなった。加子井の戦いにおいて豊臣方の先陣を切り、明日の生にすがらず今日の死さえも厭うことなく、ただ己の名を轟かさんと奮戦した伴團円。道明寺の戦いで槍の又兵衛と呼ばれるにふさわしい武を持って奥田忠次を討ち取り、松倉重政をも破らんとした後藤又兵衛。八尾和解の戦いにおいて生きて兜を外さぬ覚悟でその尾を切って出陣し、徳川方先鋒藤堂高虎軍の右翼を下した木村重成。豊臣方は身命を賭した戦を繰り広げたが、激闘の末その勇士は戦場に散り、なおも徳川軍は進撃を続ける。豊臣方は大阪城の眼前で総力をもって徳川の大軍との最終決戦に臨む。天王寺岡山の戦いである。この戦は乱世はここに終わる。あまたの野望は行くあてもなく、その志はやがて露と消えよう。なればこそ今ここに示さん。命を惜しまぬ真田の生き様、真田の戦を、その首この雪村がもらい受ける。雪村は敵本陣へ三度にわたり決死の突撃を行った。家康の馬印が倒されたのは三方ヶ原の戦い以来のこと。追い込まれた家康は騎馬で後退しながら、切腹やむなしと幾度も口走ったといい、しかし次々に繰り出される兵の波に遮られ、雪村の十文字槍の穂先はわずかに家康の首に届かなかった。戦の体制、時代の趨勢は変わらず、果たして豊臣方は敗北を喫した。ただ雪村の武名は六文銭に委ねられたその志とともに、日の本一の強者として後世に広く知れ渡るのである。